どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、筋肉マンを使っていきましょう。筋肉マン、こんな筋肉つけてる必要ある？遊戯王にこんなに胸筋いります？こう、まあ右腕の筋肉はデュエルディスクをつけないといけないからいると思うんだけど、こんな胸筋いるかなと思うんだけど、ベンプレしすぎじゃない？松本人しかよっていうね。で、このモンスターすぎて、見た目がモンスターすぎてモンスターって言っちゃった。この人を使っていくデッキ、固有スキルね、めっちゃおもろいスキルあるんですよ。まあ文章もおもろいんだけど、我のライフポイントが1000減ることに使用できると。我ってなんだよ。我のライフポイントが1000減ることに使用できるよ。ドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりにランダムで自爆心モンスターをドローすると。これがね、唯一無二の最強スキル。1000ポイント減るだけで自爆心確定ドロー。これめっちゃ強いんですよね。で、自爆心、これはまあこのクソ雑魚なんで、あ、ちょっと、あ、口が滑った。あんまり、まあそこそこまあ強いけど、まあそんなに使えないかなと今と思うので、コカパックアップか、まあ、アスラピスクあたりを自爆心ドローで引いてくると。でやっぱり、ね、アスラピスクがなんだかんだやっぱその相手フィールド上の表側表示のモンスターを全て破壊するっていうフィールドが離れたら、これが強いんで、こいつを採用しました今回は。で、どうやってじゃあ出していくか。まずね、自爆心のモンスターの弱点を説明します。まずフィールド魔法がないと死にます。効果で自害します。フィールド魔法があれば自害しませんけど、ただしコズミックサイクロンとかめっちゃ流行ってるんで、フィールド魔法を貼るデッキだとクソ雑魚なんですよ。コズミックサイクロン一発で死ぬんで。で、じゃあこいつのこの効果、フィールド魔法がないと破壊される効果、これを無効化すればいいんですよ。つまり効果で破壊されないという体制をつければいい、自爆心に。で、じゃあどうするか。このね、ハードアームドドラゴンっていうモンスターがいまして、で、これハードアームドオベリスクっていう、まあ、なんだろう、イニシエから伝わる最強デッキがあるんだけども、あれのギミックの応用です。ハードアームドラゴンをリリース素材として、アドバンス召喚したレベル7以上のモンスターは効果では破壊されない。つまりハードアームドラゴンをリリースして自爆心を出すと、自爆心は効果では破壊されない。つまりフィールド魔法がなくても死なないと。強っ。フィールド魔法なくても死なない自爆心めっちゃ強くない？で、こいつそもそもこ、攻撃できないんですよ、相手は。攻撃対象に選択できないよっていう子が持ってるんで、これやばいんですよ。で、効果で破壊されないってことは、要は効果とかも効かないんですよ。これめちゃくちゃ強いでしょ。で、そのアスラピスクを出して殴っていくっていうデッキになってます。で、じゃあどういうギミックが一番相性がいいのかなと。で、1000ライフ減る、減らせることができる。そしてハードアームドラゴンはレベル8以上のモンスターを1体墓地に送ると特殊ができる。つまり、レベル8以上のモンスターが多いデッキで1000減るごとに、使用できるんで1000減らすことができる。これ、ね、打点子なんですよね。結局打点子、しかもドローできるし、イシタムで。で、イシタムとかのこのイシタムスペルビア、テスカとかってこれレベル8以上なんで、あ、ハードアームドラゴンのリリースワンになれるんですよ、特殊感のね、ための。だからこの辺のモンスターと相性良くて、さらに1000ライフ減るじゃないですか。この辺のイシタムとかでこう追放とかをコピーして使ったりとか、まあ親族の打点子コピーして使ったりとか。だからそもそも打点子ギミックがやっぱり強いっていうのもあるし、ドローセンス自爆心で、の確定ドローにも持っていけるし、さらにハードアームドラゴンの素材にもなれるっていう、もうシナジーがバチコリ噛んでるって言ったんですよ。まあこれ大物のギミックはディスコードの、まあ、ルシルさんっていう方から教えていただいたギミックなんですけども、これがね非常に天才のデッキやった。やっててめっちゃ楽しかった。早速ね、ハードアームアスラピスク出していきましょう。完全究極体の鳥デュエル、スタンバイ。さあお相手の方、騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ当て札はそこそこいいですよ。これなかなか、まあ、スーパー打点子みたいな手出しましたけど、俺ただの打点子みたいな。ちょっと打点子嫌いな人すいません。俺も別に好きじゃないから、俺も好きな許して。じゃあ今日は打点子殴んないんだって。打点子殴るとかいうことをしないから俺今日。ちょ許してって。俺もそんなに打点子好きじゃないから。親族の打点子、いやもう親族陰キャすぎるか。親族陰キャすぎんだ。スペルビアでいいか。スペルビアで対局するか。スペルビアで蘇生して、はい。で、
とりあえずですね、イシュタムさんの効果発動、スペルビア捨てて、でスペルビアを捨てたことによって墓地にスペルビアが行ったので、でこうして、でこうして、でスペルビア効果発動して、でイシュタムでですね、これ難しいな、何サーチしとけばいいかな、破壊耐性得るよりも一旦これ除去した方がいい気がするんだよ俺、多分だけど、一旦ちょっとあいつ除去しよう。なんかほっとくとなんかいろいろとなんか3連打とかされるから、墓守リリース3連打みたいなことされるからほっとくとあいつ、ちょ一回ちょっと墓地行ってもらいます。はい、ありがとうございます。でですね、とりあえずバトルしますか。バトルして、で2000打点は通りますか。あ、通る、なるほど。でターン終了して、親族の打点師ちょっと持ってきておいてもよかったかな。まあちょっと難しいな、まあ、持ってきてセットは普通なんだろうな、普通、あの普通の打点師のプレイングって多分今ので追放で親族して、あーオッケー、あーでも実質それは正解やな、これは正解やったわ、これは逆に正解、正解のプレイングで、追放効果で、テスカ持ってきて、これ結果論だからな、すべては遊戯王すべては結果論、テスカの効果、効果つきませーん、まあ、このムーブは強えわな、確かに。融合の使い手、何貴様やるな、あれか、伊能忠敬出てくるか、伊能忠敬が日本全土測量すべくこれを現れるんじゃないか。でもこれ融合とかめっちゃデュクラ使うやん、それ融合じゃなくてマジカライズフュージョンとかの方がいいと思うんだよね。まあ一応融合絶対確定サーチっていう、確定手札増えるってのは強いけどね、もちろん。あ、手札増えてはねえのか、戻してんのこれ。なんかそんな強くなさそう、このスキルは。儀式の使い手は強そうだけど、なんか融合の使い手なんかあんまり強くなさそう手札融合しかできないもんね。手札融合か、あの墓地融合、墓地融合できないか、手札融合か、まあフィールド融合か。ドローセンス自爆心効果、我のフィールドに降臨せよ、まずはハードアームドラゴンをレベル8以上のモンスターをリリースし特殊召喚、もういいや、これ殴ったら勝ちや、一生の方がいいや我のフィールドに降臨せよ自爆心アスラピスク。そしてハードアームドラゴンをリリースしたモンスターは効果では破壊されない、対戦ありがとうございました強すぎ、なんか何もなんか違和感すごいけどね、この自爆心死なないのが。さあお相手の方、ダークシグナー桐生京介さん、よろしくお願いします。ゆるさんばい、追放で階段持ってきて、でまあ伝説ムーブしましょう、イシュタム効果スペルビア捨てて OK で、階段効果、これどうしよっかな、これは親族持ってくるまでアルマンだけどね、親族持ってくるまでアルマン、まあでもテスカがね、なんだかんだテスカ強いんだよな、ちょっとなんか俺プレイングわかんねえや、打点師の打点師使わなすぎてプレイングわかんねえ俺絶対ガバいわ、打点師のプレイングわかんねえんだけど、どうするの正解だこれ、わかんなすぎ打点師、宮塚さん OK、打点師とかも本当なんか出て当初心拍向いた以来一切使ってないんで俺、4にね、はいはいどうぞ、でレベルコピーですか、レベルコピーあるっけこいつ、レベルコピーねえよな桐生京介って、ひゃっレベルコピー持ってないぜ、あ刀神 OK、 刀神は OK、 これはセットあんのね、バトル OK で、テスカ持ってできますか、テスカ持ってきましょうか、一応一応テスカ持ってきて、破壊を免れていきましょう、で次またあの追放あるんでもう一枚テスカできますから、で狡猾はあんまり怖くない、まあ、この状態で狡猾されるとかいうやばいこと起きたらやばいけど自爆心引いていく、で追放していく、追放していく、でこれで大丈夫、テスカ持ってくれる、オッケーで、ですね、スペルビアで、でだ、俺我の
我の手札には存在する我の打天使スペルビアを捨てて、ハードアームドラゴンを特殊召喚、そして我のフィールドのハードアームドラゴンと我のフィールドの打天使スペルビアをリリースし、5000年の時を超え冥府の扉が開く、現れよう自爆神アスラペスク。いやこれ違和感すごいな、やっぱこいつ効果で破壊されないフィールド魔法ないのに破壊されない自爆神ってすごい違和感あるよね。いけ自爆神ビーム、ちょ自爆神の攻撃名ってあったっけ、ちょ覚えてねえや、自爆神ビームサンダーブレイク、お杖一緒ですか、手透かします、あそっちですか、それね破壊されないっすよ、破壊されないっすよ、それ強くないっすか、やばー、もうちょっとなんかいいや、もうなんか使っとくか一応で、これで追放で破壊さなきゃいいから、もうちょっとこれ持ってきたで絶望味わわせよさあ今んところね、これどっちも知りません、どっちも知らない、なんならアスラフィスク攻撃できないし、勝ったな第3武漢この盤面えぐいな、やっぱさあどうするでしょうか、桐生京介くん、ダークシグナル対決、はい胸筋筋肉マンの勝ち、ベンチプレスの回数が足りないぜ、さあお相手の方、万丈目純くんよろしくお願いします、デュエルスタンバイ、おい LP 増強ベータとかいうなんかすげえ不吉なライフポイント見えたぞ、お前ベビフラだけやめろよ、予想外、おいおい嫌な予感すんな、なんだそれやばそう、やばそう、ちょっとやめてやめて、やめろよやめろよ、さっきってクソゲーかよ、クソゲー、神族あるか、でもワンチャン、ワンチャンこれで、わかったわかったわかった、追放で神族持ってればあいつ無効になるわ、いける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 わ、しゃ調子乗りやがって、てめえ今から地獄見してるからな、今から地獄見してやるぜ、そうだ、えはあふざけんなよあいつ、手札ガン決めすぎだろ、手札ガン決めのエリカかよ、ヤバすぎんだよ、バカじゃねえのあいつ、はふざけんなよ、なんだあいつ、ふざけんなよマジで、くたばれマジで、くたばれ、くたばりやがれ、くたばりやがれ、絶対ブロックしてやるからな、絶対ブロックしてやる、クソがよ、よ守備強靭にせえや、クソが、クソ煽りが、こいつマジで、こいつガチで許さん、こいつガチで許さん、もう許さんって言ってもう何もできないんだけどねガチで何もできねえ、何も言えねえ、出た出ました、北島康介状態出ました、これ北島康介さんは言っていた、やべえお邪魔キング何もできねえ、ふざけんなこいつ、こいつガ